が出るかな。最悪。歯も当たらない。新宿2丁目ゆまチャンネル、トルトです。さあ、今回はゲストの方お越しいただいております。自己紹介お願いします。せーの、くるくるポッサー、水駒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポッサムズさんは前回もね、一緒にコラボをさせていただいてですね、そちらの方それぞれの自己紹介動画ということで、私も皆さんのチャンネルの方にお邪魔させていただいておりますので、いろいろとチェックなさってみてください。さあ、そして今日はですね、この3人でちょっとした企画というか、はい、今こう携帯でね、いろんなこのなんていうの、ルーレットトークみたいなの出るじゃないですか、はいはい、それで私たちお姉3人のいろいろトークを、ルーレットトークをしていきたいと思います。さあ、いろんなテーマがあるわけですね。はい、じゃあ早速いきましょう。誰からいきますか。私からこういうのがあるからね。そう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 ね、いきまーす。スタート。いろんなテーマ書いてる。何が出るかな、何が出るかな、じゃらららなんかね、出さない。つらかった思い出。つらかった思い出。なるほど、つらかった思い出ね。これ本当切実になるかもしれないけど、最近ホットな話というか、はい、だからホット YouTube の話してない、うんうん、これまあ自分のチャンネルあれなんですけど、はい、って言ってもこのコロナ禍で、まあ、この半年、1年前ぐらいだけどね、あんま出会いっていうかさ、はい、出会い系とかで出会う人とか会いたいけど、あんまりこの時期会えないじゃん、はい、でも中でも一人だけちょっとちらっと会った人がおって、なんか楽しかったんですよ、はいはい、で何回かご飯とかお茶もしてるんですけど、してたんですけど、全然ねそっから進展しなくて、もうなんかどうしていいか分からんくて、私も恋愛自体はねあんまりその絶好調な人じゃないので、はいはいじゃねえんだよ。はい、何回もはいじゃねえんだよ。何？急に。いや、本当に。そうなの。だからもうね、そっからどうしていっていいのかが最近ね、分かんなくて辛くなってきた。そういうこと。発展ができなくて。そうなのよ。だからもうちゃんとした恋愛が今できてないのが辛いかな。今でもその人のこと好きなんですか？ちょっと気になってるキャン、うん、けどまあうーんそうだね、だんだんとこう時間がこうだからあれだから、うーんそうね。最後最近いつお会いしたんですか？もう3、4ヶ月前ぐらい。あーあー結構経っちゃった。やかましいな。やかましいの。うん、まあごめん、なんかまあそっからかんの内容でいいの、2人に今日は喋ってほしいの。行ってみよう。出せました。はい。何が出るかな。何が出るかな。ちゃ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 。恋愛話。恋愛の話。おお。いいじゃん。へえ。こなちゃんの恋愛。もう今なんかやってるの。今は全然まいなです。いなです。いなです。4年くらい付き合ってた人。学生時代に。おお。なるほど。子供の恋愛だったなと思うんですけど、最近だと。今日4年間ちゃんとデートしたりとかして。仲良しやったんでしょ。仲良かったです。それは何、中学高校とか中高で、中高でも芸の人と現れたわけ。なんか後輩だったんですよ、うん、あ同じ学校の中学3年生の時の中1の子だったんです、うん、圧だ、圧だね、圧でかけてないから。いや怖いわ。圧です、圧です、圧です、脱げよとか言ってないからねみたいな。やべえや。それなんでゲイのサイトとかで出会ったの？それなんで分かった？学校です、学校で出会って、うん、可愛がってたんですよ、普通に可愛がってて、当時まだ女の子も好きだったんで、はい、チクリマッシュです、チクリマッシュで可愛がってたら、うん、お泊まりしようってなって、へえ、そこからね、チクチク言いますよね。あなたって人は友達だ。さしてくるよね。それでなんかプロレスごっこをやろうってそれこそ、うん、で、うん、あ、いいよ、うん、でもその子のベッドがちょっとシングルベッドで小さくって、おろおろ、でもここじゃちっちゃいよねと、うん、その子の部屋の入り口の反対側に押し入れみたいなのがあって、はい、なんか襖みたいな、はい、うん、
あ、じゃあいいよ。そこガラガラって開けたら、うん、そこ押し入れじゃなくて、うん、もっと広い部屋だったんですよ。えー、みたいな。で、うん、クイーンサイズのベッドがあって。何それ、ね、すごい。ドビーいた。いや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 ほんで、ほんで、で、そこね、なんかしましょう、プロレスごっこしましょうってなって。へー。で、じゃあプロレスだからパンツ1枚でやんなきゃねみたいな流れになって、そっからなんかお互いなんかはいみたいな。マジで、すごい、よいしょみたいな。それのご実家で、その子のご実家でクイーンベッドがあったんだ。はあ、すごい。それやるために作られたのかな。本当、ね、ドビーの部屋、ドビーの部屋。エッチ。え、それ何歳ぐらいの時？自分が15歳で、相手が早生まれなんで12歳。もうだから小学生。すごいね。でもコン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 。混ぜてるね。すごい。どこまでやったの？ちょちょいのちょい？ずっこまで。その時はペロニンチョ。ここまでやったの？それはやってないです。まあ、挿入とかペロニンチョ。ペロニンチョで。いやだ、ペロニンチョと。おちんたん、ティントンシャン、ティントンシャンやったの。ティントン生で見れた、生で見れた。セカストさんのやつで。あ、やってた。あ、そう。そんなことがあり、はぁ、若い時からね。今日すごいね、そういった経験も初体験というかされて、4年間もね、その学生時代に付き合ってすごいな。うん、今だから、長かったから未だにちょっと、そうだよね、この辺にいます。なるほど、この辺にいい思い出になってるってことね。すごいね。はい、さあ、続いてはまちちゃん行きましょう。行っちゃいますね。はい、お願いします。行きます。スタート。何が出るかな、何が出るかな、じゃ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 。あ、恋愛話。あ、また恋愛話来た。恋愛話か、無縁なんだけど。マジでいいなです、いいなで、いいなで。なんかある、でも過去みんなでものんけさんでした。お相手が。そうです、のんけさんでしたね。それお付き合いもしたの？しました、しました。で、一緒に住んでたこともありました。え、それさ、もう向こうが、まあ、基本女性が好きやから女として見てるわけでしょ。そうです。で、夜の営みとかどんな感じになるわけ？え、まるちゃん、じゃあホルモン今売ってるって言ってたけど、女性ホルモンね、はい、まあ、徐々に変化されてると思いますけど、女の人に別に全部手術は工事してんの？まだしてないです。胸も？あ、胸もしてないです。してないんだよね、けどそのまんまで夜はどういう、ね、なんか触られたくなくて、下を。ああ、なるほど。だからパンツで隠したりとか。何パンですか？T… なんか…いや、何やねん。全部もろ出しみたいな。あ、そうです、ね、向こうはやっぱり興奮したらさ、求めてくるんちゃう？おっぱいはのに、まあね、まあ、ある程度あるから。いやいやいや、それを揉まれるわけ。そうです。ほー。え、やっぱ一番おっぱい触られるの？でもなんか、そう、ないから、うん、相手も多分傷つけたくないっていう一心で多分してこない、うん、じゃあ、相手の手はどこにあるの？え、相手、手握られる。あー、なるほど。そっちで我慢してくれてるのかもしれないですね。なるほどね。あ、それかも、あの、まちゅちゃんが相手の殿方にご奉仕するって感じ。そうです、そうです。やっぱそっちが多いらしいよね。面白い話聞いたんですよ。何？なんか、まだ言ってないんですけど、うん、本当に昨日、うん、アフターでお客様と、うん、なんか2部のホスト行こうってことになって、おうおう、で、どこも門前払いだったんですよ。うん、お釜、ま、入れませんとか。あ、なるほど、あるよね。そう、高いですみたいな。ほんで、たまたま行ったお店で、本当にたまたま行ったお店で、たまたま、マサさんと付き合ってたのんけが働いてたんですよ。そう、すごくない？え、みたいな、 YouTube たまたま出てるよね、みたいな話になって、え、ホストだよ、この子は。ホスト、男前なんちゃう？でも、そこそこ。いや、そこそこ。そこそこ。そこそこ。それそれ。それそれそれ。え、ほんで？なんか、いろいろ聞きたくなるじゃないですか。なるなる。だから、え、どうだったんですかって言ったら、うん、なんか、いや、俺、結構、なんか、喋られてる時に、疲れちゃう女の子って嫌いなんだよって言ったら、えぇ、ー、もう、マッチはすごかったね、みたいな。ねえ、やだ。マッチはすごかった。本当に最悪。歯も当たらないし、もうマッチョは
パワフルだったね。ねえ。それが気持ちよかったってことでしょ。ほらね。いいじゃん。女に勝つ目を超えるっていう。バチョすごい。もうダイソーよりすごいかもしれない。やら。映像で言ってたの？言ってました。そんなこと言ってたんだ。すごい。だからの思い出には。あのでもその人が多分一番好きでした。ああ、だからあの体の相性イコール、まあ、心のつながり相性も良かったのかもしれないね。本当に、うん、その汚い話挿入とかしたこともなくて、だけど、まあ、そうですね、それはしてましたね。でもあっちも嫌だったろうなと思って、そこは手は出さなかったですけど、だからいい距離感とか、うん、まあ相性があるからな。でもずっと一緒に住んでました。あ、そうなんだ。仲良しなんだ。でそんな人とまた会うっていうのはご縁があるよね。そうですよね。まあ、ちゃんの、なるほど。めっちゃ好きでしたね。いや、素敵な恋愛してきてるよ、二人とも。絶対な。でもその人だけですよ。いいやん、いいやん、まだ若いんだから、そういう人からね、一人でもいるって。ということで、今日はいろいろね、お話を伺いましたけども、はい、ちょうど同時アップになってると思いますけども、お二人のチャンネルの方にも私、出させていただいて、いろいろトークさせていただいておりますので、ポッサムズちゃんのチャンネルの方に遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、お願いします。お願いします。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。